電気自動車の普及はガソリンスタンドの不要を意味している。そして充電場所としても残れない。なぜなら白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はエネオス株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論横ばいというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、エネオスですけれども、24年第2四半期決算ということで、はい、本業の営業利益が昨年対比でマイナス 26.2% という数字を発表しています。はい、ちなみにですね、エネオスですけど、在庫ですよね、石油っていうのをどういうふうに評価しているかっていうことですが、はい、総平均法という方法で評価していますということですね。はい、これは各企業がある程度何種類かの在庫評価の仕方っていうのを選べるんですよね。で、選んでる中で、エネオスは総平均法という方法を選んでますということです。はい、すなわちということで、機種ですよね、その期のですね、一番頭の時点であった在庫の価格とですね、全部ですね、足し合わせて、期末の時点での在庫価格っていうのをですね、合わせて、それを総平均するという方法でですね、在庫を評価していますということです。はい、なので、原油価格が上昇したということになると、売上はですね、販売価格っていうのはすぐ値上げすることができるので、上昇しますということですよね。だから、例えば1年会社経営やってます。原油価格が上昇しました。原油価格が上昇すればすぐ売上はですね、はっきり言ったら価格転嫁で上げることができますと。だから売上上がりますと。で、原価に関しては平均ということになるので、1年間の平均なんですよね。ってなると、一番最初の 1年の一番頭の時点の価格っていうのが安いので、だから平均も安いんですよね。だから原価っていうのは低いという数字を計上することができるということです。はい、だから原油価格が上がる、売上上昇する、原価は低い数字を計上するので、利益率も上がるということですね。はい、しかしですね、原油価格が下落してしまうと、売上っていうのは低下するということですよね。販売価格が下がりますと。でも原価に関しては平均で計上するので、だから例えば1年の頭の時点の例えば価格っていうのが高い、要するに在庫の評価価格っていうのが高いということになると、その平均ということで、原価も高い数字を計上しなければならないということですね。そうすると、利益率も下がると。だから売上減って、さらに利益率も下がるということです。はい、そしてですね、今年24年上半期ということで、前半6ヶ月ということなんですが、はい、中東諸国の協調減産ですよね、要するに政治上の話し合いでですね、みんなでですね、一緒に生産量を減らしましょうということで、合意して、事前の想定ほど原油価格が下がらなかったということですね。昨年22年はロシア・ウクライナ戦争の勃発で、原油価格っていうのが大きくドーンと上がりましたということですよね。で、当然ドーンって上がったんだったらドーンって下がるっていうふうに、今年23年っていうのは想定されたんですけど、実際は原油価格の高止まりっていうのを狙って、中東諸国がですね、協調で、原油の生産量そのものを減らしたので、だから想定ほど原油価格が下がらなかったというのが前半6ヶ月ということですね。はい、よって、エネオスの利益っていうのもですね、26.2% 減で、むしろとどまったということですよね。だからもっと下がるかもっていうふうに思われて、実際は想定ほどは下がらなかったということです。はい、むしろ今回ですね、エネオスは上方修正を発表していますということです。はい、ではですね、エネオス今後はどうなっていきそうかということなんですけど、はい、まず大前提としてですね、エネオスの主要市場っていうのはですね、これは日本が4分の3というふうになっています。要するにエネオスの商品っていうのを買ってくれるのは 4分の3は日本企業、もしくは日本の消費者が買ってくれているということです。はい、ではということで、日本のエネルギー状況っていうのはどういう状況なのかということなんですけど、はい、減少が始まったのが、リーマンショックの前ということで、2008年以降ですね、かれこれ15年ぐらい、日本のですね、総エネルギーっていうのは減ってますということです。これは
石油単体ということではなくて、全てのエネルギーというのを足しているということですよね。だからまあ石油、それから石油以外の例えば石炭、天然ガス、それ以外ですよね、まあ、例えば原子力とかですよね、まあ、もしくは再生可能エネルギーとか、まあ、そういったのを全部足したところで、まあ、結局日本でまあ必要としているエネルギーの需要量というのは基本的には2008年以降減少傾向になっているということです。はい、すなわちですね、まだ、まあ、日本の総人口減少が始まる前から、まあ、エネルギーの方は先にですね、まあ、はっきり言ったら需要量っていうのが減っているということです。はい、でもこの長期的な潮流っていうのを、まあ、エネオス自身が理解していながら、エネオスはなぜかですね、日本国内シェアっていうのを目標に掲げているということです。はい、エネオスの2050年の目標っていうのはですね、まあ、シェア 20% ということです。このシェア 20% っていうのは世界でシェア 20% 取るってことじゃなくて、日本国内でシェア 20% っていうのを2050年目標っていうふうにしてるんですね。はい、で何で、まあ、結局エネルギーです。日本国内で賄う必要があるエネルギーの 20% はエネオスが供給するっていうのをエネオスのまあ目標にしてるということです。はい、なのでまあ再生可能エネルギーですね、それから CCS っていうのは、これはですね、まあ、地中化技術ですよね。要するに二酸化炭素を1回大気中に排出するんだけど、その排出した二酸化炭素っていうのを回収して地中に埋め込むというのが、まあ、CCS ということですよね。でプラス化石ということなので、まあ、石炭、石油ですね、まあ、それから天然ガスということですよね。で SAF ですね、 SAF っていうのはこれ航空燃料ですね、要するに飛行機、ジェット油になります。はい、なので飛行機に関しては基本的にはですね、ジェット油がまあ2050年時点でもまあ使い続けられるって考えられてるんですよね。はい、だから自動車に関してはガソリンの代わりに電気っていうのはですね、まあ、物理的に可能だし、実際ですね、まあ、全世界、まあ、例えば中国とかでは非常にたくさんの車が電動車も走ってますということですよね。しかしそれは飛行機は難しいっていうふうに考えられてるんですよね。まあ、理由は簡単で、まあ、電気っていうことになると、まあ、バッテリーですよね、電池、バッテリーを積まないといけないわけですが、飛行機を離陸させるのに、まあ、今だったら、まあ、いわゆるこう石油ですよね、ジェット油で、まあ、結局離陸させるということになるわけですけど、これをですね、まあ、ガソリンとか、まあ、ジェット油の代わりに、まあ、電池を積むということになると、同じエネルギーを出すのに35倍重くなっちゃうんですよね、燃料代が。だから結局35倍も結局重たい状態のですね、まあ、電池を積んだ状態で離陸させるっていうのは、まあ、今の時点ではまあ無理というふうに考えられているので、だから船とか自動車っていうのはどんどん電動化っていうのが進んでいくっていうふうに考えられているわけですけど、飛行機に関してはやっぱり離陸させるっていうのがやっぱり難しいということで、まあ、最終的には飛行機だけは、まあ、結局ですね、まあ、原油、石油っていうのがまあ残るというふうに考えられています。それが SAF ですね。はい、で、まあ、バイオ、まあ、これはいわゆる、まあ、木、木材ということになります。はい、それから水素ですね、まあ、合成燃料ですね、まあ、水素と何かを混ぜ合わせたものということになりますが、まあ、例えば一つの例としてはアンモニアとかですね、まあ、こういういろんなもの、再生可能エネルギー、それから地中化技術で化石燃料で、まあ、飛行機の航空燃料ですね、で、まあ、木材、バイオ燃料、水素、合成燃料、アンモニア、まあ、こういったもので、まあ、結局全部合わせて日本の中でエネルギー供給をするというのであれば、そのうちエネオスは 20% というのを日本国内の、まあですね、シェア目標というふうに、まあ、開示していると、提示しているということです。はい、ちなみにですね、まあ、2050年の日本人の人口っていうのは、まあ、どういうふうな推計になってるかっていうことなんですけど、はい、今よりですね、まあ、1950万人減っている、まあ、1億378万人っていう推計になってます。はい、だから、まあ、今からですね、東京と千葉を合わせたぐらいの人口が減ってるということです。はい、だからですね、まあ、結局2050年のですね、まあ、結局日本で賄うエネルギーのシェア 20% というのをですね、たとえ目標達成することがエネオスができたとしても、まあ、エネオスは衰退しているのはもう確実ということですよね。今よりとにかくエネルギーの需要量というのが圧倒的に減っているわけですよ、2050年の時点では。はい、だからまあ1950万人ですよね、まあ、東京と千葉のに住んでいる人たちがみんないなくなっているぐらい、まあ、人口が減っているということ
ことなので、その時にですね、まあ、いろんなものを全部合わせてシェア 20% 取ってたとしても今より衰退しているのは確実だということです。はい、しかもですね、まあ、エネオスは2050年への、まあ、途中過程の見通しでもですね、まあ、結構見通しが甘いということで、まあ、複数の道筋っていうのを想定しているということですよね。はい、現在は、まあ、例えばエネルギーって言ったら石炭で LNG ですね、まあ、液化天然ガス、そしてまあ石油で再生可能エネルギー原子力、まあ、これでまあ結局日本国内のエネルギーっていうのを賄ってますということですよね。で今からですね、まあ、2050年のカーボンニュートラルというのに向かっていくといった時に、まあ、石炭とか LNG ですよね、天然ガスとかもしくは石油っていうのはまあ減っていく見通しですということですよね。はい、でそこで途中で CCS プラス化石エネルギーっていうのが出てきてるわけですけど、これはまあ要するに化石燃料を燃やしたら二酸化炭素出るんだけど、その排出した二酸化炭素っていうのを集めて地中に埋めるという考え方ですね。はい、それからまあ再生可能エネルギープラス蓄電池で水素合成燃料ですよね、まあ、例えばアンモニアとか水素アンモニアとかですね、であと原子力と、まあ、こういったものが全部複数合わさって、まあ、例えば日本は2050年にカーボンニュートラルっていうのを実現していくっていうふうに、まあ、エネオスは想定してるんですね。でこれを全部合わせてシェア 20% 取りたいというふうにまあ考えてるわけです。はい、ではっきりですね、まあ、日本の常識っていうのと世界の常識っていうのはこれはイコールではないと、つまり違うということです。だから日本の常識っていうのは世界の常識とは一致してないということですね。はい、なお、まあ、世界の常識っていうのはですね、まあ、もっとシンプルで太陽光、風力、あと水力ですね、もうこれで8割以上というふうに考えてます。はい、つまりですね、まあ、例えば二酸化炭素排出するんだけどそれを大気中で集めて地中に埋めればいいという、まあ、その二酸化炭素回収だとかもしくは水素でやればいいとかアンモニアをですね、まあ、やればいいということにこだわっているのは、まあ、日本だけなんですよね。だ世界の潮流とは全然違うということです。世界で、まあ、例えば二酸化炭素回収しましょうとかですね、まあ、水素を燃料源にしましょうとかアンモニアを燃料源にしましょうという日本ほど全然盛り上がってないということです。今からって言ったら太陽光と風力が伸びて、で太陽光、風力、あと既存の水力っていうのを合わせて8割以上っていう、まあ、そういう考え方っていうのが世界の潮流です。まあそれが一番環境にいいからですよね、はっきり言って、まあ、めちゃくちゃシンプルな話で太陽光をエネルギー源にすれば、まあ、一番環境にいいわけですよ。で風力を使えば一番環境にいいですよね。だからもう環境にも一番最善のものっていうので太陽光、風力、水力っていうふうに考えてるわけなので、まあ、いや二酸化炭素出したとしてもまた回収して埋めればいいじゃないかとかね、もしくは水素を燃やせばいいじゃないかとかね、だって地球上に水素ないのにわざわざ水素作ってさらに水素で電気を作るとかめちゃくちゃ非合理ですよね。でさらに水素にもう一段階合成してアンモニアだからもういよいよ何やってんのっていう話なので、まあ、そういう細かいところに、まあ、二酸化炭素の回収だとか水素だとかアンモニアとかにこだわってるのは、まあ、はっきり言って日本だけということです。はい、で理由はですね、まあ、日本経済界ですね、じゃあなんでこういうふうに脱炭素っていうのはすっごい複雑になってるのかということですよね。要するに自然の太陽光とか風力とか水力っていうのだけで全部エネルギー賄いましょうっていうことで世界の方ははっきり言ってシンプルなわけですよ。でそれをめちゃくちゃ複雑にしてるのは日本ですよね。じゃあなんで日本のエネルギー市場っていうのはこういうふうに複雑になってるのかって言えば、それは日本経済界最大の影響力を持っているトヨタのですね、このマルチパスウェイっていうのが大きな影響を与えているということです。はい、トヨタはこういうことをですね、まあ、はっきり言ったら提案してるんですよね。要するに最終的なゴールですよね、2050年カーボンニュートラル脱炭素、これはトヨタも合意してるわけです。はい、でも世界みたいにシンプルには考えてないんですよね。世界の場合はシンプルなわけですよ、太陽光、風力、水力ですよね。だからまあ基本的にはその発電に関しては太陽光、風力、水力でやって、で後のものは全部電気で動かしましょうということにで考えてるわけですよね。世界の方は結構シンプルです。で日本と、まあ、今回のトヨタはですね、まあ
めちゃくちゃ複雑にしてるわけですよね。はい、それはカーボンニュートラルっていうゴールに関しては合意しますけれども、その道筋っていうのはいくつもありますということですよね。で、一番左が HEV ということでハイブリッドということですよね。で、ハイブリッド車っていうのを電気自動車っていうふうに解釈してるのは基本的には日本だけです。はい、日本だけは、まあ、トヨタは結局ハイブリッド車っていうのは結局電気自動車の方に入れてるんですけど、はい、それはまあ中国とかアメリカとか、まあ、ヨーロッパ社会の補助金の対象にハイブリッド車は入ってないので、だからハイブリッド車っていうのはどっちかって言ったら世界的にはガソリン車の方にまあ見られてるんですよね。でも日本とかトヨタはハイブリッド車は電気自動車、つまりカーボンニュートラルにまあ貢献する車っていうふうにまあ解釈してるということです。はい、そしてまあ PHEV ですよね、プラグインハイブリッドということになりますけど、まあ、これはハイブリッド車なんだけれども、まあ、電気でですね、まあ、要するに充電ができますというまあものですよね。はい、そして BEV、 これがまあいわゆる電気自動車ですよね。もう 100% 電気自動車ということで、ね、バッテリー、インバーター、モーターですよね。だからまあ結局電池で直流電流が電気が蓄えられていて、でインバーターで直流電流を交流電流に変換して、でモーターが回って、で車が走りますということで、まあ、一番分かりやすい電気自動車っていうのがまあ BEV、 バッテリー EV というふうに呼ばれているものですよね。はい、だから基本的にこれを全部普及させましょうっていうのがまあ中国でありアメリカであり、やはり日本だ、ヨーロッパだったりするということですよね。なんでかって言ったら、そしたらまあ基本的に自動車の走行に関して二酸化炭素の排出がないからということですよね。結局ガソリンをもうエンジンで燃やすってことになると、車の中で火力発電するってことになるので、要するに物を燃やす、機体を燃やすってことになるわけですよね。だから車の走行そのもので二酸化炭素が排出されてしまうということですよね。で、それが電気自動車ということになれば、基本的に走行において、まあ、はっきり言ったら二酸化炭素の排出がゼロなんで、だから脱炭素っていうふうに考えているということです。だから純粋な意味でのカーボンニュートラルっていうのは BEV なんですよね。バッテリー EV で実現するっていうのがまあ世界的な常識です。でもトヨタはそう考えてないということですよね。あとはまあ FCEV ということで、まあ、例えば燃料電池車だったりとかですね、もしくは水素とかアンモニアとか、まあ、こういったものを全部合わせて全てで、まあ、結局カーボンニュートラルを実現していきましょうということですね。でも当然、まあ、ハイブリッドっていうのは、まあ、機体を燃やして、まあ、二酸化炭素の排出っていうのはゼロじゃないので、だからどうしても日本だったらですね、まあ、二酸化炭素を回収して地中に埋めるとかっていう、まあ、複雑なのが出ているということです。はい、でトヨタにはですね、まあ、自動車業界、そしてトヨタにとっての、まあ、事情っていうのがやっぱりあるんですよね。だからこういうふうに、まあ、例えば脱炭素っていうのに対して非常にまあ複雑な説明っていうのをしているということです。はい、すなわち、まあ、トヨタの事情っていうのはですね、まあ、強みがあるのはガソリン車とハイブリッド車、これはめちゃくちゃ強いわけですよ。はい、だからガソリン車って言ったとしても、まあ、日本の自動車業界とかトヨタっていうのは70年ぐらい改善というのをやり続けてきてるので、まあ、技術力世界1位なんですよね。だからガソリン車っていうのはアメリカも作っているし、ヨーロッパですよね、ドイツとかも作ってるわけですけれども、まあ、日本のガソリン車っていうのはまあ技術がダントツなんですよね。もうそれはもう70年の改善のもうひたすら積み重ねをしてきたということです。はい、でハイブリッド車っていうのはその日本最高峰のガソリン車に対して、まあ、電気自動車の要素っていうのも組み合わせているということなので、まあ、究極複雑な車なんですよね。だからハイブリッド車っていうのは実質日本企業しかまあ作れないわけです。はい、もっと言うならば、トヨタとホンダの特許なしではまあ作れないということですよね。だからまあ全世界のハイブリッド車に関する特許っていうのは基本的にはもうトヨタとホンダでほとんど持ってるということになるので、だからまあもしハイブリッド車を例えばまあヨーロッパのドイツの会社が作るとか、アメリカの会社が作るとか、もしくは中国の会社が作るってことになると、もう絶対対トヨタとかホンダの特許に触れるんですよね。だからまあはっきり言って、もうその特許をまあライセンスしてもらうか、もしくはもうそもそもハイブリッド車を諦めるかっていうぐらいなわけです。まあ、それぐらいめちゃくちゃ難しい車なんですよね、製造するのが。逆に言えば他の例えばアメリカ企業とかヨーロッパ企業とか、もしくは中国企業が作れないんで、だからまあ例えば日本の自動車業界っていうのはハイブリッドっていうのはある意味、まあ、他の世界に対してのまあすごいですね、まあ、競争優位性になってるし、もっと言うとトヨタホンダにとっての非常に強い競争優位性になってるということです。はい、だからこのガソリン車ハイブリッド車っていうのはやっぱ強みがあるわけですよね。
対して電気自動車っていうことになると、これは強みがないんですよ。基本的に新しく作られている新市場なので、だからまあ例えば開拓企業であるテスラに圧倒的な強みがあるし、まあ例えば中国のですね、まあ、BYD みたいにもともと電池の会社だったということで、その蓄電技術ということに関して、まあ例えば強みがある、まあ、BYD みたいな感じで、まあ、はっきりとした、まあ、例えば日本の自動車業界とか、もしくはトヨタにはですね、まあ、電気自動車っていうのは例えばアメリカの会社、ヨーロッパの会社、中国の会社に比べてそれほど強い競争優位性っていうのを持ってないということです、はい、だからトヨタはですね、まあ、ガソリン車とかハイブリッド車に関係する雇用とか技術を守り続けたいという、まあ、こういう事情があるんですよね。なのでトヨタはですね、ハイブリッド車も電気自動車に分類し続けることで国際的な世論っていうのをかわし続けてるわけです、はい、だからヨーロッパ、アメリカ、中国はハイブリッド車はですね、電気自動車って分類してないんですよね。だから補助金の対象にもなってないわけですよ。でもトヨタだけは、まあ、トヨタだけはっていうか日本の自動車業界はハイブリッド車もまあ電気自動車に分類しているということです。だから電気自動車の割合が例えば 33% ですというふうに言った時は、ほとんどハイブリッド車のことを言っているということです、はい、なおということで、まあ、日本国内の新車の販売状況っていうのはですね、はい、これは昨年2022年のですね、まあ日本で売られた、まあ結局新車の車種ということになるわけですけど、まあ、上位10車種のうちの7車種はトヨタということですよね。1位がヤリス、2位がカローラですよね、はい、で3位は日産ですけど、4位、5位、それから7位、8位、9位、7位、8位、10位ですよね、まあ、これトヨタの自動車が昨年は新車として売れましたということです。はい、ちなみにということで、まあ、自動車の価格っていうことなんですけれども、はい、昨年一番売れた、まあ、ヤリスですよね、まあ、旧ビッツの、まあ、後継車みたいな車ですけれども、はい、このヤリスっていう車は、まあ、トヨタのですね、まあ、ガソリン車ですということで、まあ、1台ですね147万円という価格になっています。はい、でカローラはですね、まあ、こちらの方はガソリンとハイブリッドと両方あるわけですけど、仮にハイブリッドということになると、カローラのハイブリッド版っていうのは280万円ですということですよね。だからこれぐらいの価格帯の車っていうのが今日本では一番よく売れているということです、普通車としてはですね。はい、対してじゃあ電気自動車っていうことになるとということなんですけど、例えばまあ日産のサクラですよね、まあ、こちらの方はまあ電気自動自動車なわけです。ただ軽の電気自動車ということで、まあ、255万円で販売していますということですよね。はい、で、まあ、リーフですよね、まあ、これはで日産のですね、まあ、電気自動車の普通車ということになりますが、はい、これがまあ408万円ということですよね。だから軽だったら255万円で、普通車だったらまあ408万円ぐらいということです。でトヨタの場合はまあ結局ガソリン車を147万円とかでまあ提供して、それが一番売れてるみたいな感じになってるということですね。はい、ではですね、まあ、トヨタの電気自動車ですよね、まあ、一番こう出しているのは BG4X ということになるわけですけれども、はい、この車はいくらなんだということで、はいですね、まあ、結局616万円ということなわけですよ。だから日産が電気自動車っていうのを日本の自動車市場に出してます。 軽は255万円で出してて、普通車は408万円で出してるわけですよね。中国の BYD とかも440万円とかっていうので出しています。はい、それに対してトヨタも一応ですよ、一応日本の電気自動車市場に対して電気自動車出してるわけですけど、616万円で出してるわけですよ。はい、これはトヨタがもう電気自動車を普及させる気がないっていうのは明らかですよね。競合が400万円台で出してるのに、トヨタは600万円台ですから、まあ、はっきり言ったらレクサスブランドの高級車っていう形でしか出してないわけです。はい、だから日本の中で、日本の自動車市場においてトヨタが電気自動車っていうのを普及させる気はないというのは、これも明らかだということです。もし普及させる気があるんだったら、少なくても競合と同じぐらいの価格帯の電気自動車を出さなければ、そもそも売れないですよね。600万円ってことになると、これはもう明らかにもう高級車っていうことで、まあ、レクサスと、のブランドに興味関心がある人しか、そもそも買わないので、だからまあトヨタが普及させる、要するに競合と競争する気がないっていうのは、もうこれは明らかだということです。
はい、ましてですね、まあ、水素自動車っていうことに関して言うならば、はい、これはもう860万円ということですよね。だからまあエネオスっていうのはですね、まあ、結局ガソリンスタンドの中にまあ水素ステーションみたいな感じで、まあ、水素自動車っていうのも結局ですね、水素の給油ができますみたいな、まあ、そういうスタンドっていうのを何箇所か持っていたりしますけど、まあ普及するはずがないということです。高すぎますよね。はい、まあ普及可能性、まあですね、まあ、ゼロということです。はい、実際はまあ製造もしてるし、売ってもいるけれども、まあ、それがまあ日本の大衆車っていう形に変わっていく可能性はないということです。はい、結果ですね、まあ、日本の昨年22年の新車販売ということで言うならば、はい、電気自動車っていうのはまあわずか 1.4% でしたということですよね。はい、右側のまあ濃い青色っていうのがガソリン車で、まあ、昨年日本市場で売れた新車の 42.2% はガソリン車でしたということですよね。はい、でオレンジが 49%、 これがハイブリッドということになりますけれども、ハイブリッド車が 49% でしたということですよね。でプラグインハイブリッドが 1.7% で、まあ、電気自動車、いわゆる純粋なですね、純粋な電気自動車 EV ということになると、これは 1.4% ということですから、 はっきり言ったら、まあ、日本の中では電気自動車っていうのは非常に まだ走るのがまあ珍しい車というふうになっているということですね。はい、だから、まあ、エネオスっていうのは、まあ、トヨタの電気自動車へのやる気のなさっていうのにも助けられているということが言えます。はい、もしトヨタが電気自動車っていうのをもっとですね、まあ、例えば少なくても、まあ、日産とか BYD が売ってる400万円ぐらいの、まあ、車っていうのを出してくれば、まあ、もっと売れてるはずなんですよね。はい、そうすると、まあ、どん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 電気自動車が普及していくと、まあ、ガソリンスタンドの需要っていうのはどん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 減っていきますから、まあ、そうなるとエネオスはもっと速い速度で衰退してたわけですけど、実際その衰退速度が緩やかに見えるのは、それはエネオスはトヨタの電気自動車へのやる気のなさに助けられているということですね。はい、ただですね、たとえトヨタにどれだけやる気がなかったとしても、日産とか、あとは中国の BYD とか、もしくはアメリカのテスラというのはですね、まあ、日本の電気自動車市場というのをこれもこじ開けようとしているということですよね。だからやっぱり日本の中に会社、支社っていうのをまあ作ってるわけです。はい、それでまあなんとかですね、日本の中でですね、まあ、電気自動車っていうのを売っていこうとしているということですよね。まあ、なんだかんだ言って日本はですね、まだ今現時点でも全世界の中で自動車市場としては4位の市場ですから、はい、まあ、あの中国、アメリカ、インド、日本ですよね。だから日本っていうのはやっぱりそれだけやっぱり大きいわけですよ。大国なわけですよね。ってなった時に、やっぱり日本の電気自動車市場っていうのを、まあ、外資の BYD とテスラっていうのはこれはもう来てるわけですよね。まあ、参入してきてるということです。はい、なので、まあ、今年上半期の日本の新車市場だった場合はですね、これはまだ前半6ヶ月ということになりますけれども、はい、まあ、4% まで上がってきてるということです。だから確実にですね、まだ全然市場としては小さいんですけど、でも間違いなく右肩上がり傾向で、まあ、割合率というのは上がってきているということですよね。はい、であくまで可能性としてということで、まあ、まるで、まあ、JT がですね、お膝元の日本で、まあ、新市場加熱式タバコのシェアっていうのをですね、まあ、外資9割に今取られたということが、まあ、事実としてあるわけですよね。だから基本的にはタバコっていうのは専売公社だったわけですよ。基本的にはもう日本の中で、まあ、専売公社が専売的に売ってたわけですよね。はい、だから基本的にシェア 100% のところに外資っていうのが入ってきたわけですけれども、まあ、そのうちの燃焼式じゃなくて加熱式の方ははっきり言ったらシェア9割取られましたということですよね。はい、でまあ、似たような感じで、まあ、日本電気自動車市場っていうのも、まあ、外資に取られるっていうことも、まあ、可能性としてなくはないということですよね。何せトヨタにやる気がなさすぎるんで、だからもし日本の中で電気自動車を買いたいっていうことであれば、まあ、日本企業だったら日産ですよね。で外資であれば中国の BYD とか、もしくはアメリカのテスラという車をまあ選択するしかないわけですよね。そもそもトヨタはほとんど売る気がないんで、ってなると、まあ、最終的にはその電気自動車市場っていうのは外資に取られている可能性っていうのも、まあ、聞いて、まあ、否定できないということです。
です。はい、そして、まあ、電気自動車の普及っていうのはそのままガソリンスタンドの不要っていうのを意味しますということですよね。はい、で残念ながらですね、まあ、充電場所としても残れないということで、まあ、例えばエネオスの最大資産って何ですかって言ったら、これは日本全国1万2000箇所のガソリンスタンドサービスステーションなんですよね。でこれがまあエネオス最大のまあ資産っていうことになるわけですけど、じゃあもし日本の中で電気自動車が普及してきました、要するにガソリン車でもなければハイブリッド車でもない全くガソリンを必要としない BEV ですよね、バッテリー EV が結局普及していったということになれば、その普及はすなわちガソリンスタンドの不要っていうのを意味するし、そしてそのじゃあ1万2000箇所のサービスステーションをじゃあ充電場所に切り替えると言った時でもそれでは残れないということですよね。要するに1万2000箇所も充電箇所はいらないということです。はい、なぜかっていうことなんですけれども、はい、それはですね、まあ、例えば航続距離706キロですね、まあ、これはアメリカのテスラのモデル3の航続距離ということになりますけれども、はい、まあ、706キロということですよね。で 90% の日本人はですね、車を持ってる 90% 車を持ってるうちの 90% の日本人は1日平均60キロしか自動車を走らせてないんですね。だから結局、まあ、単純計算すると、まあ、1回のフル充電で途中で充電しなかったとしても約12日ぐらいは持つということなんですよね。はい、まあ、これはまあモデル3が706っていうことで数字が大きいっていうこともありますけれども、まあ、とはいえ、まあ、普通今売っている例えば日産の車だとか、もしくは中国の BYD の車だったとしても500キロ以上っていうのは全然航続距離としては走るわけですよ。だからどっちみち何か日本人が1日とか2日でまあ車を利用するって言った時に途中で充電が切れて走れなくなるってことはまあ考えられないということですよね。だからまあ1日2日充電しなかったとしても 90% 以上の電気自動車保有をしている日本人は基本困らないということです。だから航続距離っていうのははっきり言ったら心理的な不安なんですよね。現実的な不安じゃないわけですよ。実際自分はどれぐらい自動車走らせてますかって言ったら1日60キロぐらいしか走らせてないわけですよね、往復で。でそれで結局航続距離が心配だとか、もしくは充電箇所が少ないから心配だっていうのは、これはもうはっきり言って根拠はないわけですよ。心理的なものですよね。物理的にはもう全然大丈夫ということです。はい、つまり、まあ、電気自動車っていうのは自宅での普通充電っていうのはこれ基本なんですよね。だからスマホみたいな感覚なわけですよ。はい、スマホは結局自宅充電っていうのは基本ですよね。外に充電箇所があったとしてもほとんどの人は自宅で充電する、それでまあスマホっていうのを毎日使ってるわけです。もうそれとほぼ同じ感覚ということです。だから電気自動車っていうのを充電するっていうんだったら、それはもう自宅で充電するのは基本ということですよね。外にたくさん充電箇所があってほしいっていうふうにはほとんどの人は思わないということです。はい、だから急速充電の場所っていうのは残り 10% の人ですよね。残り 10% の人のために高速道路にだけあれば十分ということです。要するに航続距離が500キロ600キロ700キロって走る、それでは途中で充電が切れて車が走れなくなるっていう心配があるのはそれぐらい長距離運転をする人に限定されるっていうことなんですよね。だから高速道路を使って、まあ、すごい長距離運転をする、例えば旅行をするとかですよね。もしくは例えばトラックみたいにですね、まあ、何かこう商業用で利用するとか、まあ、そういう人じゃない限りは基本的には普通自宅での普通充電で、ま、間に合うので、だから結局急速充電する、例えば30分間でどれだけ充電するみたいな、こう急速充電する場所っていうのははっきり言ったら高速道路にだけあれば十分ということです。だからエネオスの1万2000箇所の、まあ、結局サービスステーション全てに充電箇所がある必要は全くないし、置いたとしてもそれは利用されないということです。はい、要するにですね、まあ、日本の総人口減少が始まる前から、まあ、日本のエネルギーですね、まあ、今回エネオスは石油ということになりますけど、基本的には減少傾向だったということですよね。だからもう2008年のリーマンショック以降というのは日本というのは相当省エネの、まあ、国になっているということです。
です、はい、加えてそれにプラスして日本の総人口っていうのはこれからどんどん減っていきますということですよね。で、人口減っていくってことは当然必要なエネルギー量も減っていくに決まってるわけですよ、はい、そして、まあ、パリ協定以降、まあ、脱炭素っていう流れがもう決まってますということですよね。もうこれは政治的にもう合意が行われているということです、はい、そして、まあ、自動車が電動化していくということで考えたならば、まあ、どう考えてもエネオスの今後はですね、もう絶望的に厳しいということです、はい、要するに利益成長しますかしませんかって言った時にどこにその利益成長の要素っていうのを見出せばいいんだという、まあ、絶望的に厳しいということです。はい、よって、まあ、エネオスをまとめていくと、まあ、まず減益決算でしたということですよね、まあ、昨年の2022年に比べて23年は原油価格が下落したっていうのが原因ですということですよね。でエネオスの売上の、まあ、4分の3というのは日本市場だから日本の法人もしくは消費者がエネオスの商品というのを買ってくれてますということです、はい、そして、まあ、今後は人口減少、脱炭素、そして自動車の電動化という潮流が待ってますということですよね。で、まあ、エネオスは2050年時点で、まあ、ありとあらゆる手段でですね、まあ、日本の中で賄うエネルギー源の 20% をエネオスがシェアで取るという、まあ、目標を掲げてるんですが、仮にそれを達成したとしても今より衰退しているということです、はい、であればエネオスの利益創出能力から見積もれる企業価値はいくらになるかということなんですけど 1.9 兆円になるということですね、はい、では株式市場の評価であるエネオスの時価総額はいくらで評価されているかということですが 1.8 兆円で評価されてますということですね、はい、すなわち企業価値 1.9 兆円に対して時価総額 1.8 兆円ということなので、まあ、わずか 4.7% しかずれてないということですことです、はい、だからエネオスは一見すっごい割安に見えるんですけど実は市場はそれほど過小評価してるわけじゃないということです。なんでかって言ったら成長可能性がほぼないからということですね、はい、なので横ばいということです。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、エネオス今後の株価はですね628円近辺で横ばいというふうに予想します。はい、ということで今回はエネオス株価どうなるというテーマでやってきたんですけれども、結論は横ばいというのは今回の結論です。そして最後に大事なお知らせを3点させてください。1点目ですけれども、白坂のメルマガ登録特典ということですね。はい、株式投資で資産を10倍にする方法など、特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上、無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども、まあ、EV 戦争の覇者という、まあ、動画ですね。はい、こちらに関しては広告案件ということになります。今来ている大波 EV 電気自動車に関連して EV 戦争の覇者という価値の高い動画講義をですね、まあ、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。3点目です。AI 革命 2.0 ということで広告案件です。これから来る大いに期待されている AI に関連して AI 革命 2.0 という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう